猫足のついた磁気性の浴槽は19世紀のヨーロッパで人気を博した浴槽、または湯船、バスタブとは火災の一種。中に自ら湯を入れ、人間や動物が入浴する際に用いる。かつては磁気で作られた浴槽も多かったが、現在では熱成型アクリルや放浪鋼板、ガラス繊維強化ポリエステル、中鉄放浪性がほとんどを占める。大抵は、 浴室内に独立した固定家具として設置されるか、シャワーと共に置かれる。現代の浴槽には、排水管と排水口、さらに蛇口が取り付けられているものも存在する。浴槽の形状は、長らく長方形が主流だったが、熱性系アクリルの出現により多様な形にも対応できるようになった。色は白であることが多いが、様々な色合いのものも見ることができる。 中鉄放浪による浴槽は、スコットランド生まれのアメリカ人であるデイビッド・ダンバー・ビューイックが確立した。浴槽の種類は、東西で大きく2種類に分かれる。西洋の浴槽は入浴者が横たわれるように、浅く長く作られるものが多い。一方で東洋の浴槽は入浴者が座れるように、深く短く作られるものが多い。東洋式の浴槽は、日本の風呂が有名である。 19世紀イタリアの伝統的な浴槽現存する最も古い浴槽はクレタ島で発見された1.5メートルの台座からなる陶器製のものである。19世紀には猫足のついた浴槽が人気を博した。18世紀のホラントで誕生した玉と足を模した飾りから発展したが、もともとは中国の宝玉を持った竜の影響を受けたものである。このデザインはイングランドに伝播し、 こうした浴槽を用いた入浴は貴族の間で流行した。イングランドにおける初期のバスタブは中鉄製か剥がれやすい塗料の塗られた鈴や銅製のものが多かった。1880年代、スコットランド出身の発明家デイビッド・ダンバー・ビュイックはデトロイトの家具会社で働いていた時に中鉄に放浪を結合する技術を確立した。彼の勤めていた会社はコーラー社や JL モッドアイアンワークス社などとともに鋳鉄放浪製の浴槽を売り出した。彼が確立した鋳鉄放浪の製法は現在でもほぼ同様に用いられている。コーラー社は贅沢で凝った作りの足がついている浴槽を4本の足がついた浴槽としても使える馬舟、豚舎付きとして宣伝していた。馬舟として使える点は浴槽以上に 重要なマーケティングポイントとして考えられていた。20世紀後半に差し掛かると、かつて人気のあった猫足浴槽から、全面にエプロンを装着した内蔵式の浴槽へ移り変わっていった。固定された浴槽はメンテナンスが手軽であり、様々な色の浴槽が出現したことで居住者に、対しても多くの生活設計を提供できるようになった。 1928年に初めて色のついた浴槽がアメリカの市場で登場したが、以来徐々に新たなスタイルの浴槽が広まり、現在では猫足浴槽はほぼ見られなくなった。スリッパ台座のついた浴槽木製の乳幼児、幼児用浴槽ジャグジー浴槽19世紀に流行した浴槽、中鉄で作られ、時期で裏打ちされた猫足は高級品と考えられていた。 現在では、ガラス繊維やアクリルなど化学素材の登場により、猫足浴槽の価格は下がっている。なお、このタイプの浴槽は、通常のものと比べて、多くの水を必要とする。あえて猫足を選択し住宅設計の中に組み込む、建築家や顧客もいるため、現在でも見かけることができる。ただし、19世紀に流行した浴槽はすでに、アンティーク品と化しており、 入手は難しくなっている。猫足浴槽には大きく4種類が存在するほとんどのバイアールデコスタイルと呼ばれる台座の上に浴槽が置かれる。このタイプの浴槽は紀元前千年頃クレタ島で出現した。自分で座ることのできない乳幼児や幼児のための浴槽、外部から水を入れる独立したタイプや通常の浴槽に付属しているタイプなどがある。 独立タイプの浴槽は流しなどに入れて使用できるものが多い。多くは乳幼児が水面に頭をつけることのないよう頭を支えておける場所が付属する。温水浴槽はリラクゼーションや治療のために用いられる浴槽である。アメリカのヒッピー時代に歌や映画を通して広まった。1960年代から70年代にかけてアメリカで広まった。 マッサージ効果を持つ浴槽。いわゆるスパや温水浴槽を含めて、ジャグジーと呼称することがあり、気泡浴槽もジャグジー浴槽と呼ばれることがある。浴槽内の紛失口を通して気泡が紛失される。当該浴槽の問題点のりつ松下電工、東東機器、日立化成工業、イナックスが製造、販売した。 ジェット分流装置を備えた浴槽で入浴中に何らかのトラブルが発生した例が報告された。中でも、イナックスが1992年に、能率が2000年に、それぞれ死亡事故を発生させてしまったという事例もある。自立した浴槽。近年見られる浴室の大型化に伴い普及し始めた。置き型浴槽は磁器やアクリル、中鉄、 ガラス繊維ー製など様々な種類が存在する。南西素材を使用していたり、滑り止めが施されたりしている浴槽。柔らかい素材の浴槽は1970年代から発売されていたが、90年代に入りコーラーや、ジャクージなど、大手企業が取り扱いをはじめ一般化した。通常は、浴室での転倒による怪我を防ぐため、子供や高齢者に向けて販売される。 ありがとうございます。